輝く器白磁、素朴なフォルムとそしてエッジの薄さが特徴です。ナイフとフォークを用いる洋食では薄いエッジが欠けやすいため、この器は和食の店で広く愛用されています。静岡県伊東市、海を見下ろす小高い丘にその人の工房はありました。白磁を作る黒田泰蔵さん57歳。器作りで黒田さんが最も情熱を注いでいるのがろくろ成形です。ろくろは特別に注文して作ってもらっています。これが3回目なんですけど、いろんな実験をして出来上がったろくろがこれなんです。はい、余分なものを取り払い改良された電気ろくろ。ろくろとは本来量産するために発明された道具ですが、黒田さんは造形のための優れた素材と捉えています。意のままに速度調整ができるろくろを追い求めてきました。一番速い回転から一番遅い回転まで0コンマ8秒が人間にとってすごく心地いいらしいんですよ、スピードの落ち方を。でも黒田さんの性格だったら0コンマ5秒だろうっていうようなことで、一応この下にコンピューターとかなんかいろいろ仕組んであるんですけど、そういう設定を全部入力してもらって、でろくろ引いてみたらめちゃくちゃ気持ちよかったですね。ほとんど自分 の欲しいスピードが瞬時にっていうか、さっき言いましたように、0.5 秒で僕が求めてるスピードに移動することができるんです。これが一番速いスピードですね。スッとやるともう一番緩いところに来る。黒田さんの白磁はろくろで引き上げたそのままの姿が表現されています。器のエッジはギザギザです。あえて平らに修正しないで手で引いた証を残しています。手先で極限まで引き上げたシャープなエッジは薄いもので1ミリに満たないものもあります。それは器として用に耐えうる極みです。今黒田さんが力を入れているのは釉薬をかけない器作りです。ろくろで引いた素朴なラインをより際立たせたいと思っています。その種類は食器から花器まで大きさも様々です。黒田さんは21歳の時、修行先で初めて触れたろくろがきっかけでこの道を歩み出しました。焼き物そのものにあまり興味のなかった黒田さんですが、ろくろの遠心力に魅力を感じ器作りを始めたのでした。黒田さんが白磁に挑むようになったのはこの場所に工房を移した12年前からです。それまでは色絵のある磁器を作っていました。しかし黒田さんは素朴でそぎ落とした美に近づきたいという思いを次第に深めるようになり、そうしてたどり着いたのが白磁でした。白磁を作る原料の土、磁土にも黒田さんはこだわっています。自分が理想とする白磁の白さを表現するために兵庫やニュージーランドなどで採れた原料を混ぜ合わせて作っています。
ろくろの速度を微妙に変えながら瞬時に形を見極める黒田さん。1回転ごとに同じポイントで少しずつ圧力を加えます。その時の呼吸やリズム感が個性となって器に映し出されます。奥歯をかみしめ、すべての神経を指先に集めます。思い描く器の線を引き出していきます。これ以下でなく、これ以上でないエッジの際、スポンジからの滴りで指先を滑らかにして、土が破れるギリギリの線を探ります。エッジの薄さを決めるろくろ成形の最後は息をしません。指先でかすかに引いていきます。多くの陶芸家が否定的な薄いエッジを、黒田さんはあえて作風に取り入れています。厚く作っておいて薄く削るっていう方法はいいんですけど、できれば僕は人間の手っていうのがやっぱり道具としてはすごく好きなもんですので、手でできるだけ薄く持っていっときたいと。であと削りカンナはあんまり使わないでおきたいっていうのはありますね。まあ、そういう意味でだから 手を使いたいっていうのがあるんですけどね。どうして薄さにこだわるんですか。やっぱり薄いのってなんか気持ちいいっていうこととしか言いようがないですね。東京丸の内ビルにある和食専門店で黒田さんの器が使われています。10年前に黒田さんの器と出会ったというオーナーの宮下さんです。いつもよくこう意識するのは余白なんですよね。だいたいこういうのに目いっぱいボコッと持っちゃうことは普通ありえませんから、そうするとこう真ん中に持ったとして、この周りのあり方みたいなことが僕の意識の中にはすごくあるんですけど、でもこれは変にやっちゃうと変な状況がものすごく目立っちゃう。だからそういう厳しさもすごくあるんですけどね。料理に入れるとすごいやっぱり器として美しく見えるっていうのは、僕は器っていうか中に何か物入れてもらうことは絶対まあ拒否するべきじゃないっていうふうに思いますね。薄いエッジの器のフォルムこそ美しい。白磁と向き合う黒田泰蔵さん、こだわりのろくろと繊細な手先から研ぎ澄まされた美は生まれます。